21歳、高卒2年間ベンチャー企業経験あり、今は楽天配送委託業務22日出勤約26万、8時から21時休憩なし、次公務員と民間企業どっち勤める？楽天の配送を何年やったとしても、多分スキルはたまらないので、人生無駄にするだけなんですよね。人生無駄にするというまずい選択をしてるってことが気づかないタイプだと思うので、多分次民間企業に行ったとしても、スキルがたまらない仕事を選んじゃいそうな気がするので、公務員に行った方がいいんじゃないでしょうか。物流業界で働いてます。現在高速上で自動運転の実証実験が行われていますが、いつぐらいをめどに人から AI に切り替え始めるでしょうか。その後の物流業の展望にご意見があればお聞かせください。早くて5年かな。アメリカは多分3年以内に自動化すると思うんですよね、物流が。すでにラスベガスとかではバスの自動運転とか動いてるのと、テスラが自動で動くっていうの、基本的にはもう実験段階では動いてるので、なので今年ぐらいからポツポツ動き始めるよねっていう状態になって、来年ぐらいは結構当たり前だよねっていう状態になって、再来年ぐらいはアメリカでは結構普及したよねってなって、初めて日本はそろそろ対応しなきゃいけないよねってなるんじゃないかなと思ってます。自動って怖いよね。いや、人間よりも優秀ですよ、自動の方が。テスラの自動運転で事故って大きな問題なのって一件だけで、白いトラックかなんかがあった時に、それが反射の色なのかトラックなのかは分からなくて、カメラが誤認識して事故ったっていうのがあるぐらいで、基本的にはその人間と違って不注意っていうのがないので、なので自動運転の方が実は安全なんですけどね。宅配業界の未来について10年後どんな変化が起こっていますか？ドローン、自動運転、無人化、IoT 活用など。Amazon がやってるんですけど、ドローンで自動で配送するっていうのを実験をしてて、あれはもう普及しちゃうと思うんですよね。だってコスト安いんだもん。なので人間が送らないでドローンっていうのが、多分田舎とか過疎地域は行くと思うんですよね。ただ日本、東京とかの場合ってマンションなんで、ドローンで各家庭に落とすって結構難しいんですけど、田舎とか一軒家の場合ってもう庭に落としときゃいいよねみたいな。で、落としたところ写真撮って GPS でここですよって送っとくみたいな。っていう感じで、たまにその届いてねえよってクレームあると思うんですけど、その割合はだいぶ低いので、もう庭に落としちゃえっていう感じに、アメリカそういうやり方でいくと思うんですけど、日本もそんな感じになるんじゃないかなと思います。私は現在業務用の酒屋に勤めています。今後売上が伸びていく気がしません。そこで大手運送会社に転職しようと考えています。何かアドバイスいただけないでしょうか。運送会社でもいいんですけど、基本的には給料がずっと上がり続けるタイプの仕事ではないと思うんですよね、運送って。 Amazon とかが日通との契約を変えてみたりとか、ヤマトと契約をしてみたりとか、安い会社を使って叩くっていうのやってて、で最近だと Amazon がデリバリープロバイダーとかいう素人に毛が生えたような会社に配送を任せてトラブルが多かったりとかあるんですけど、それでもやっぱり安いところに頼んじゃうっていうのがあるので、大手配送会社も結局利益率が高くないままっていうのはあんまり変わらないんじゃないかなと思います。ただコロナ禍で今配送会社めちゃめちゃ利益出てますけどね、コロナが収まった時にどうなるのかなというところだと思います。はじめまして、21歳男フリーターです。去年の4月に車のディーラーに就職し、整備士の仕事をしていました。しかし整備の仕事が合わないという理由で去年の12月に退職、その後約3ヶ月警備のバイトをし、来週から機関工として車の製造工場で働くことが決まりました。機関工の仕事と並行で副業で小遣い稼ぎをしたいのですが、何か身につけた方がいいスキルや資格などありますか？まず何か勘違いされてると思うんですけど、機関工の仕事が小遣い稼ぎだと思うんですよ。機関工の仕事で正社員だったりんですけど、残念ながら機関工なので、一定の時間働いてお金をもらうんですけど、その後何のスキルもたまりませんっていう仕事なので、あなたが今やろうとしてることが副業です。副業みたいなもので一定の時間拘束されるのであれば、最初からスキルが手に入る本業を探した方がいいと思います。飲食店で働くとかでも、飲食店で働くと接客が覚えられて、正社員になって店長とかになるとシフト管理だったりとか、ある程度経営に携わる仕事を覚えることになる。なので、そこら辺の、いろんな業務をやるっていうので、正社員の立場としてやることで、いろんなスキルだったり経験っていうのが溜まるので、機関工を選ばない方が良いです。もう決まっちゃったので行かなきゃいけないっていうのあると思うんですけど、その間にとりあえずお金を貯めて、自分が接客好きなのか、手動かして物作るのが好きだったら、整備工場で正社員で入れるとこ探すとか、整備工場で働きたいんだったら、そこら辺の電気系の資格を取るとか、アーク溶接の資格を取るとか、っていう感じで、何かの資格を取るというので、自分のやりたいことの資格を取る方向に動いた方がいいんじゃないかなと思います。